実力は引けを取りません。2番人気は、この一戦でスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はダイタクヘリオス、3番手にはミホノブルボ、4番手に西のフラワー、エルコンドルバッサー続いている。さらにエアグルーヴ内を回ります。成田大臣1馬身離れて谷のギムレット、ウォッカ並んできた。意気揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。さあ先頭に立ったのはダイタクヘリオス、続きましたサイレンス鈴鹿、少し後ろからミホノブルボ、パンパンぶっ飛べ。糖度上昇開始。ウーケ焼きを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。さあ外から先頭を疑うのはミホノブルボ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく逃げているダイタクヘリオス、まだ差がある。ここから先頭を捉えると出てくるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのはダイタクヘリオス、栄光まで400。ダイタクヘリオス強い、強すぎる、完全に抜け出した。ダイタクヘリオスこれは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。200を通過、余裕な走りだ。2番手との差は縮まらず、これは勝負だ。強いダイタクヘリオス、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。優勝はダイタクヘリオス、優秀たるその走りでマイラーの頂点に輝きました。2着成田大進、3着に入ったのはウォッカ。よいしょ、言うてうちしか勝たんじゃ。マスターに感謝。